チーフ・ベアハートは、カナダの競争馬、引退後しぼ馬として、日本に輸出された。1990年代後半に、シワ中長距離路線で活躍し、1997年のブリーダーズカップターフを、はじめ、G1 を参照。1997、1998年度のソブリン少年度代表馬、1997年度の、 エクリプス賞最優秀芝スボバなどを受賞。2002年にはカナダ競馬伝道入りを果たした。カナダのダービーに相当するクイーンズプレートで4着に敗れるなどダートでは目が出なかったが芝の競争を中心に使われるようになるとカナダ3冠最終戦のブリーダーズステークスでは2着場にキューバ新半という大差をつけて優勝。さらに カナディアンインターナショナルステークスでもシングスピールの2着に入り、頭角を表した。翌1997年、コバとなると本格化。カナディアンインターナショナルステークスで G1 発制覇を果たすなど6004勝2着2回という、好成績を残して、ブリーダーズカップターフに出走。本面視されていたシングスピールが故障で回避したこともあり、本場が一番人気に支持された。 レースでは直線で大外から足を伸ばし、ドイツのボルジアを4分の3馬身を抑えて、レースレコードで優勝した。5歳となった翌1998年も G1 のマンハッタンハンデキャップを制し、カナダ国内ではナイアガラブリーダーズカップハンデキャップ、スカイクラシックハンデキャップと連勝するなどの活躍を見せた。しかし、連覇を狙ったカナディアンインターナショナルステークスでは、 ロイヤルアンセムから2馬審査の2着。続く、ブリーダーズカップターフでも、スローペースで、レース展開が向かなかったこともあり、追い込み切れずにバックスボーイの4着に終わった。この後は、外国招待場の目玉として、ジャパンカップに出走。規定により、ラシックスが使用できないという不利も影響してか、追い込み及ばず、エルコンドルパザーの4着に終わり、この競争を最後に現役を引退した。 引退後は JRA に420万ドルで購買され、1999年から日本軽手馬協会しずない種馬場で種母馬入りし、2001年からはシャトル種母場としてニュージーランドでも種付けを行っていたが、2012年9月18日午前6時、急性心不全のためしずない種馬場で成去。基本的に中距離を得意とする馬が、 中心ながら、ダートや短距離さらには障害で活躍する馬も、排出するなど、サンクは幅広く活躍している。2009年は、マイネル・キッズが、天皇賞を、制覇、BB ガルダンが、スプリンターズ・ステークスで2着、同1年にサンクが3200メートルと1200メートルの、GI で連帯したのは2006年のサンデー・サイレンス1着、俺はまってるぜ以来で、史上2頭目となった。 メルシーエータイムマイネルキッズ太字は GIQ 競争ありがとうございます。